こんにちは、柴田です。今回はですね、ギターのカスタマイズパート2、今ですね、フェルナンデスの RE180C 滝川一郎さんのモデルをですねカスタマイズしておりまして、もともとはね、ピックアップを交換したり、あとペグだったりブリッジを交換するという風な感じのカスタマイズを考えてたんですけれども、まあ、どうせだったらね、もう色も変えちゃいということで、リフィニッシュをですね千葉県の某工房さんにお願いしております。それでパート1では塗装の剥がしまではですね完了した感じで、これからですねラッカー塗装をしに行ってまいります。どんな色にするかっていうのはオーナーとですねもう話をして決めているので、今回はこれから工房に行って、まずはですねそのラッカーの色作り、いろんな色の塗料を混ぜながらその色を作って、そしてラッカーを吹く、でトップコートをするっていうのが今日までで、そして数日間ですねラッカーの場合は干さなければいけないので、数日待った後に塗装の仕上げを行います。そして塗装が完了したら今度は千葉管楽器さんに持って行って、ピックアップだったりなんだりっていうのをつけていただくという風な感じで完成ですね。ではでは、まずはですねこれから塗装をしに千葉県の某所へ行ってまいります。1週間ほど置いたら目が全然変わってますね。くっきり出てきたというか、もうちょっとスムーズ。おお。これまだツヤがないから、クリア吹けばもっと透明感が出てくるけどね。全然輝いて見えますね。お願いします。これもうなんてことない作業。サンディングシーラーを塗った後の、うん、研ぎ、整える研ぎみたいな。ツルツルなように見えるけど、結構こうデコボコしてるけど、こういうのを取っていく感じ。山みたいなのを取っていく感じなんですね。あるな感じが。これはブルーとシルバーを混ぜて、うん、でシンナーですか？うん。シンナーは希釈してる。この辺がなかなか。ブルーも何色かあるんですか？まあラッカーはそんなもうね、あのブルーはブルーって感じ、うん、もう混ぜ合わせた比率とかで変わってくるっていう、うん、車なんかはね、まあ、赤でも黄色でももういろんな何種類もある。何種類もある。結構時間かかるよちょっとやったけど、すっかりして。それはこれは紫。紫これは色を配合する勉強をしてないと慣れっていうか経験ですか？まあ、あのよくなんかこうほら三原色ってあるじゃない、はい、赤青黄でパソコンでもそうですね、シアンとか、うん、あんな感じだよね。
塗るんじゃなくて実際に拭いてみる感じなんですか。うん、まだこう、ね、あのメタリックの量がまだ これでこの状態じゃわからないっていうかね。これでおおよそはして、今度拭いた時のこの明るあれ色味っていうか、一回塗ってちょっと5分とか大きい、うん、一度にこう塗っていけないとちょっと行ってもいいと思います。二回目を今度まだもう少し着色、うん、まだ完全に染まってない感じなんで、うん、
これクリア拭くとまたちょっと青みが出ると思う。これは乾きすぎると逆にやりづらい作業なんですか？もうすごい硬くなっちゃうと、このあの、余計にパリパリいきすぎちゃうというかね、余計なところまで。3回ほど拭いて、これで大体もう、まあ実際はね、多少こうこの後修正したりとか、ちょっと悪いとこあったら直したりとか、いろんなことはやるんだけどね。大まかにはこれ、この項目がうまくいけばもうこれで終わり。で一度水研ぎを今終わっ
して、うん、で1500ぐらいですか、うん、ちょっとサンダーでね、サンダーで今こういうので研ぎ終わったけど、イメージ通りの色に。それは専用のなんですか。これは、うん、専用、まあそうだね。そこ以外に使うのって、これ以外に使うことはない。ないですか。
ありがとうございます。うちではここまででいいです。はい。